私の彼は最近あの銀行員に影響を受けまくっているんです。もう絵が間に合わないよ。遅くなった。なあ、オッキー。30分も遅刻だよ。連絡の一本もないし、何してたの？見ようって言ってた映画、チケット取ったのに無駄になっちゃったじゃん。どうするの？なんでこんなことになるかな。もう信じらんない。寝坊でしょ。寝坊したんでしょ。はっきり言いなさいよ。言いたいことはそれだけか。不平不満を愚痴ってそれで終わりにするのか。何もできないと、何をしても無駄だと、君は諦めるのか。は？まずは謝りなさいよ。ふざけるなよ。私たちの仕事は二人の成長を願い、その手助けをすることだ。証券も、いや、どんな恋愛においても目指すところは同じはずだ。そこに勝ちも負けもない。何かあれば寝坊寝坊と先生に言いつける小学生のようだ。怒るなりなんなりすればいい。やられたらやり返す。倍返しだ。倍の倍返しだ。さよなら。おー！